あさん。うん。今日はなんかニコニコしてますね。いや、ニヤニヤが止まらない。どうしたんですか？ニヤニヤが止まらないですか？いやー、もう、そのかねてより冗談、ほぼ冗談のように。ね。しかも、本当に予定してなくて普通にムーの話してましたからね、僕ずっと。この見てる視聴者の方は。僕は酔っ払うたびにムーの話をして。毎回言ってました。そんなにね。ね、編集長来てくれたらいいなぐらいのことを。来てくれないかな。ムー、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 ムーミンなわけですから。そうですよ。そんなに言うんで、呼んじゃいましたよ。いや、そうだ、俺が呼んだみたいに言わないで。いやいやいや。原さんからちゃんとね。いやいや、本当に、ね、ちょっと、ね、偶然ね。あの、偶然、この、いろいろ、ね、繋がりがありまして、ね。はい。視聴者の皆さん、すいません。今日は、あの、完全に僕の趣味の回です。はい。はい、僕は個人的な興味。でも、興味ある人はいっぱいいると思うんで。ね、ゲーム業界で見てる方もいっぱい多いと思いますけど、今日は楽しみましょう。はい。じゃあ、原さん、今日、結局、どなたに来ていただいたんでしたっけ？はい。雑誌ムーの編集長、三上さんです。はい、おー、こんにちは。ムーポーズね、ムーポーズ。まさか、はい、まさかのまさかでございます。ありがとうございます。本当にもう、お願いいただいて。本当にありがとうございます。原田さんが一週間ワクワクが止まらなくて。止まらない。もう、妻にももう何をニヤニヤしてるんだ。じゃあ、編集長。いいですか？この場で、はい、乾杯で。乾杯です。乾杯でーす。乾杯です。礼拝。以上、はい、乾杯です。ああ。よし。CM つきますよ。ね、あの、おかわりはもういつでも、あの、今日はあの、樽ごと買ってますから、ね、樽ごともう全部いってもらえて、サーバーの。僕はいっぱい見たけど、途中から違うのにしますね。なんかようやく飲んで、一日が始まる。おっそもう夜ですけどね、完全に。昔はね、あの、あれですよ、編集部って言ったらもう、昼前にいないですからね。うーん。だいたい夜、ゲーム業界と夕方5時からこう、人が始まるして、こう、仕事をして、だいたい日付が変わる頃に、さあ、飲みに行くか、みたいな。あ、そうなんだ。飲みに。イメージ通り言っちゃイメージ通りです。もうまんま、で、戻ってくるじゃないですか。はい、そろそろ、タクシー乗ろうかな、っつったら、はい、なんか、30分並ぶってよ。しょうがない。もう一回行く。うん、あ、そういうことで、ね、気がつけば、あれですよ、はい。こうね、あの、通勤客の方がだんだんこう。あ、なるほど。始発を通り越して8時とか。ね。そしたら、また夕方まで寝るみたいな。って感じですね。毎回、必ずゲストに聞いてることがございまして。はい。ズバリ聞きます。幽霊は見えますか？あ、幽霊、あの、もちろん、霊能者、超能者ではないんで、はいはいはい、そういうふうに見ようと思って見えないんですけれども、はいはい、見たことはあります。見たことはあります。初めてですよ。さすが編集長。I have seen this。もう、出会えた。スタッフ含めて、あらゆる人に聞いてきましたけど、全員見えないって言うんですよ。もう、これっぽっちも見えない。いやさすが編集長。もう、そういうオカルト信じてる人でさえ見えないって言ってますからね。初めて。これね、いろいろあって、はい、この見える人っていうのはやっぱり特徴があるんですね。教えてください。例えばね、これFBI 超能力捜査官、はいはい、ジョー・マクモ・ネゲル。はいはいはい、よく出てくる。ね、はい、カタカナでマクモ・ニーグルって言っちゃいますけど、はいはいはい、マクモ・ネゴル。確かにマクモ・ネゴル。ネゴル。マクモ・ネゴルですけども、はい、彼にね、聞いたことがあるんですね。ね。なんで、はい、その超能力、リモートビューイングができる人と、そうでない人がいるんだっていうね。はい、まあ、リモートビューイングはそのトレーニング次第だよね。できるようになると言うけれども、はい、うん、でやっぱりこうね、できる人とできない人と分けるときに、そのジョーさんはね、あの日本酒が好きなんだ。日本酒カパカパ行く。あ、そうなんですか。結構飲むんだよ。結構飲める。いわゆる飲んべえ、はい、飲んべえで、ね、飲んだ時にね、はい、こうその会話の中でね、はい、そういう話をしたわけ。なるほど。でも結構本音で話してる状態なわけですね。そしたらば、あのよ酔っ払った勢いもあったんだろうね、はい、それあれだよ、体温が高いからね。え、関係あるんですか？これね、何気ない一言なんだ、ええ、何気ない一言、何気ないですよね。体温が低いってどういうこと？つまりジョーさんは、
あの結構体温が低い系、低いんですね、結構ね滑覆もいいんですけども、はい、実は結構いろんな病気とか体温の手術をやって、うんうんうん、血圧は低い、で体温も低い、はいはい、でその人からちょっと気になってね、はい、よくよく考えてみると例えば男と女、はい、幽霊が見えますとかね、霊感がありますとかね、はい、女性の方が圧倒的に見える方が多いじゃないですか。あの東京取ったことはないけど周りの空気からするとそういう感じはします、ね、女性の方なんかなんかそういう話をよくしてるイメージあります。しかも超能力者、霊能者って言わなくても、うん、例えば見抜かれちゃったりするわけじゃない、はいはい、男は、はい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 、あの洞察力高いとか、ね、勘がいいとかよく言いますもんね。なんか言うことあるんじゃないの、うんうんうん、とかね、女性の霊能者っていうか霊能者の、あの聞くんですよ、体温何度ですか普段っていうと、うん、本当にこう見える系の霊能者、超能力者の方は本当に低い、うん、あ、そうなんですね。中には34度とかね、神殿じゃねえよ、これはちょっとなんか病気なんじゃないかって。そう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 、うん、ある種ね、その健康に被害が出るぐらいに低い、うん、まあ少なくとも結構表面温度は低いってことですよね。中はともかくね、すぐ冷えちゃうでしょ。確かに女性冷え性な人多いですし、でもう一つはね、うん、例えばその幽霊が現れる、うん、幽霊を見る時間帯ってあるわけですよ、はいはい、真っ昼間、うんね、気温の高い時にあんまり幽霊って出てこない、聞きませんね、大体夜でしょ、うんうん、夜、しかも牛蜜時とかなんか寒気がするとか、うん、ね、風が吹いて夜明け前が一番闇が深いとか、はい、夜なんですよ、はい、それは一日の中で一番気温が低い状態、はい、で寝ていてもやっぱりこう体温が下がってるんですね。おお、確かに。じゃあそう、寝る時は下がるんですね。寝て深い睡眠になると大体 0.5 度ぐらい下がるって言いますね。体温が低いことによって、なんかこう、目覚めるっていうのも変なんだけども、うん、そういう、その第三の目じゃないけど、そういう機能がね、発現するんじゃないのかなという。なるほど。でも、そうね、あの、マクモニーグルさんが、ポロッとそういうこと言っちゃうってことは、なんかそういう法則性みたいなのを見たいんであれば、ええ、見たいんで、本当に幽霊とか見たいんであれば、ええ、体温下げるんですよ。なるほど、そうか、見たい見たい、いや僕はある意味見たいで、なぜかというとそのあのちょっとお伝えしたかもしれないですけど、僕は割とそのあんまり幽霊とかそのオカルトっていうのは大好きなんだけど、一方でいやもうちょっと科学的にアプローチすると本当はこういうことなんじゃないかなって別の仮説を持ってたりするので、だけど見たことないから、どっちかムーンですね。そうなんですよ、ムーンの読者の方はね、みんなね一貫元持ってるんですよ。あ、まあ、もやっぱそうですよね。もそう、やっぱリテラシー高いですね。あ、いやだから、それも聞こうと思ったんですよ。そのこれもまさに持論でしかないんですけど、あの僕あの大月教授 の、まあ、あの、ま、僕も早稲田出身なので、大月教授は結構その在学チームがいらっしゃって、でそこでちょっと話をあの僕に対してじゃないですけど、みんなに話している中で聞いたことがあるのが、あの先生はもう元々 UFO とかの人玉とか大好きで、大好き、オカルト大好きで始まって、そうだんだん勉強していくうちに違うじゃねえかって思い始めて、でなんか今や反オカルトの代表みたいな人になってますけど、もともとはそっちの興味から来て。大好きですよ、うん、そうなんですよ。で、自分でいろんなことが分かってしまって、なんか、ついにあの人、スプーン曲げまでできるようになってて、ある日からスプーン曲げできるようになって、あの人できるんですよ。で、それも、要は、こういうやり方でできるみたいな、自分なりのあれ持ってて、で、なんかムーンを好きだっておっしゃってるじゃないですか、公言されて。で、あれ、ムーンをこう好きだって、結構目立ってる方で公言してる人ほど結構博識というかこういろんな知識とか持ってたり、結構どっちかというと科学的アプローチが好きそうな人の方が多いイメージなんですけど、だからあの、まあ、いわゆるそのテレビなんかでね、そのまあ言ってみれば否定派みたいなこうね、大月先生はまだ実はね、あのすごい研究されてて、はいはい、まあある種 UFO 研究家で言ってもいいぐらいなんだけども、はい、まあ、おそらくムーを読んでいる読者の方ってね、結構レベルが高いっていうか。あ、そうなんですかね。で、そうでないと、ムー読み込めないと思うんですよ。いや、僕そう思うんですよ。読んでない人はね、オカルトだとか、なんかね、うん、やべえ雑誌だろ。まあ、やべえけどさ。うん、まあ、それはやべえんだけど、怪しいんだけど、はい、多分、
読んでる人と読んでない人っていうのも雲泥の差があると思う。まあ、やっぱそうですよね。で、割と歴史とかにも詳しくないと、グッと来ない記事とかもありますもんね。はい、だから読んでて楽しめない。で、そういう意味での知的エンターテイメント。いや、そうなんですよ。結構幅広い知識もなきゃいけないし、類推力もなきゃ楽しめない雑誌になってるんで、あ、やっぱそうなんですね、うん。そういう方は結構多いです。だから幽霊一つとっても、はい、例えば、まあ、あえて幽霊現象って言い方よくするんだけども、いろんな幽霊があると。はい、例えばその脳の中で幽霊を幻覚的なものでね、うん、まあよくあの幽霊は脳の中に出るみたいなね、はい、言い方をする、はいはい。まあそういった本もたくさんありますけれども、はい、例えばその A という人と B という人がその幽霊を見た。同じ幽霊を見た。あ、仮にあのあ、ねね、脳の中の現象だとするならば、なぜその情報を共有してるんだろう。どういう共有してるんだろうっていうね。まあ、例えばそのインターネットじゃないけども、そういうふうな Wi-Fi みたいな形で脳というのがね、はい、ある種のものをこう情報として共有してるならば、はい、それって、ある意味、今日ね、うん、このインターネットとかこういう進んだ世界からすると理解しやすいんですよね、うん、そうですね、はい、でそれが1人2人3人になってくると、うん、いわゆる客観性を持ってくるというか、うん、じゃあ本当にそこにねそのリアルに幽霊がいるのか、はい、バーチャルなのか、はい、で同じものを見てて情報を共有してるっていうじゃあ VR ですよね、うん、ああ確かにでまず第一段階ねそれは、はい、なるほど、はい、じゃあ次ね、はい、その物理現象を起こしてくる。はいはい、ありますね。こういう音を出したりとか、こう足音がと、はいはい。これ一体何だと、はい。特に西洋にありがちなやつですね。西洋と、まあね、やつらはうるさいからね。うん、やっぱり文化が。なぜかね、幽霊にもその組織文化が反映されるみたいなところ。やっぱそれはあるんですよね。だから幽霊っていうものを、こう、まあ霊現象。うん、まあ、いくつか例はあるんだけど、例えば、亡霊。うん。はい。亡霊っていうのは死んだ人の例なんですね。そうですね。死んだ人だから。はい。さっきまで生きてた。はい。で、自我が全部あるし、記憶があるから、うん、それは同じ文化圏。ああ、行動が同じになっちゃうわけですね。少なくともその亡霊の社会っていうのは、この生きていた時の記憶、うん、文化っていうのを、ダイレクトに、そうなんだ。出てくるはず、はずというか、理屈というか。はい、なるほど。で、すみません、話を元戻すと、三上編集長はこう、見られた幽霊っていうのはどういう時にどういう形で。淡路島に取材に行った時に、その旅館でね、出たんですよ、寝てると。旅館。寝てて、こう寝てたの、本当に。はい、布団でこう寝てたの、仰向け寝てたのですね。やっぱ金縛りになって、はい、でこの布団がねとてつもなく重くなる、重く感じるんですよね。はい、はい、あの金縛りになりますよね。岩がこうあるのがぐーっと、はい、ぐーっとこう押さえつけられるような感じで、はい、うわっ、うん、って感じる、はい、うんってこうで娘をこう開けて、はいはい、ぐーって見たら、はい、本当にここにね人がね正座して座ってる、ドンと。それは重いわけだな、はい、で白い服、本当にあの白い、はい、あの和服というか、新装束的な、そうそう、典型的ですね。で、はい、姉ちゃんが、はい、本当にねこう貞子ですよ、長い髪のこんなの でここで ここにこう顔があるわけですよ、はい、髪の毛をこう見てるわけ、はい、うん、みたいな。それはしばらくしたらいなくなったんですか。でね、もう、うん、でそれがねずっと続いて、はい、こう結構こう気絶する感じで、はい、落ちだった。まだ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 いるっていうの。あ、それなかなか珍しい。3回ぐらいあったから、だからそのために、ね、うわって言って気がつけば朝だった。だいたいふっとなってパッていったらいなくなってるけど、それでまだずっといるっていうのは本当に座ってた可能性がありますね。それいや、そこはね幽霊ではない可能性さえ、それあざはなかったけどな。後日その淡路島の、はい、その住んでる方に聞いたら、はい、あそこ、あ、やっぱそういうのある、奥の部屋でしょ、うん、あ、そうなんですよ、あそこね、あの女性の霊殿でねっていう、あのやっぱね自殺した子がある。
あ、そうなんだ。地元の人だけが知ってる。ああ、そうなんだよ。でも、だって、ねえ、たまたまそこで、ね、縁もゆかりもなくて。だから、やっぱり編集長だが来たと思ったんじゃないですかね。当時編集長じゃなかったんですよ。でも、記事になるから。分かってくれるみたいな。はい、だったら枕元に立てると。乗ることないじゃん。あの、起きなかったんじゃないですかね。実はいたんじゃないですかね。だったのに。そう。立って。ほら目覚ませ。私のことを書いてって言ったんだけど、こいつっつって。この怖い話は本当ゾッとしたっていう怖い話をぜひ聞かせていただきたいんですけど。僕もそういう怖い話が大好きなんで、怖い話、まあ、いろんなね、いろんなそのミステリー体験とか心霊体験、はい、まあそれはあくまでもなんだろうな、まあそういうことがあったのかみたいな、はい、でもやっぱりあれだよね、その怖いのは人間だよね。いや、そう思いますよ。だよね、つくづく、まあ幽霊はね、たかだか知れてる。まあ、そうなんですね。体が知れて、まあ、亡霊って意味でね、うん、亡霊でも、まあ、よく生き量がやべえとか、まあ、もちろんそれはあるんだけども、はい、もっとやばいのは魔物とかね、あるけども。やばいというか、ゾッとするっていうか、その、これは四国のね、はい、もうこれもよく話すんだけども、ええ、その呪い、はいはい、呪い受けますよっていう神社あるわけですよ。戻って言えないんですけど、はい、ね、四国の山の中でね。ねえ、嫁姑問題に悩んでいるお嫁さんがね、虐待とかいじめを受けてね、もうダメだというんで、まあ相談に来てね、ああ、ね、もう姑を呪ってください、呪ってくださいと。でそれはだあるんでしょうね、これ全国で結構そういうのが、あのなかなかね、そのこれは呪術ですよね。呪術は世界中ありますもんね。例えばそのお坊さん、東京に祈祷系密教系のお坊さんはちゃんと修行してれば、いわゆる呪殺っていうんですけども、うん、はい、その修行もしてます、はい、ちゃんとしてます。その秘伝書もちゃんとあって、うん、それを全部やらないと免許改伝にならないっていうのは、はい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 、だから絶対もやらないですよ、やらないんだけども、もうやんとなきとかね、でそこの神社の方は、まあ、まあ陰陽道系の呪術なんだけど、まあ、どうしてもっていう時には受け負って、まあ、その時 もうあまりにもひどいんで、わかりましたと、はい、もう諭すんですよ、こんなことをやったらでもダメですよ、そうですね、ね、呪ったらね、本当に穴二つじゃないけどもみたいな、それでもじゃあわかりましたということで、まあ陰陽道系の呪殺ですね。ほら、で、ね、いや、やっぱりプロですね、うん。結果にコミットするわけですよ。あ、やっぱりそういう事例があるわけですか。お礼に、お礼に、今回はこの度は本当にありがとうございます。はい、本当にいろいろは、ね、それをそこまでいいんで、本当にありがとうございます。これで助かりました。ねえ、はい、グチさん、一つ、もう一つお願いがあるんです。追加ですか。もう一人だけお願いできないでしょうか。怖。うちの旦那を。それは怖いですね。名物たこ焼きが来ました。これがもう秘伝の、はい、竹虎流のたこ焼きでソースでございます。その声優の竹虎さんという人と僕はたこ焼き研究家でもありますので、はい、なんか秘伝のなんかこうタレですこれも、はい、ピラミッド的に、なんかバンブータイガーではなくて、バンブータイガーではなくて、はい、ではないです。竹虎さん、ぜひちょっと中が相当熱いと思いますけど、気をつけてると。よく食べれましたね。あ、ちょうどいい温度で。あ、本当ですか。あ、深いですね。
あ、だしってこういうこと？あ、そうですよ、結構。あの、このソースだけに頼ってない。あ、そうなんですよ。冷えても美味しいように作ってるんですよ。うん、あ、ちゃんとタコが入ってます。タコしてますね。ええ。というわけで、そのうまい。ありがとうございます。あの心霊系はね、みんな騙されるからね。霊能者も騙されるんだよね。ああ、そうなんですか。単なる死んだ人の霊だけだったらいいけども。まあよく言うのに、なりすましがいるから。ああ、そうなんですね。怖っ。そうなんだ。そっちの世界にもなりすましなりすまし。霊でも詐欺があるわけですね。でそのなりすますやつが、そもそも亡霊じゃないんですよ。ああ、なるほど。魔物ですよ、魔物。なるほど。魔物。これが立ち悪い。いや、パソコン界のウイルスに似たもんがありますね、そうね。でも自然界とか宇宙の法則がみんな同じ。やっぱあるん。それに見せかけるみたいな。だから確か自然とかでもそうですよね。ジャングルの生き物とかでも、なりすましとか、たくさんありますもんね。植物でも、山芋そっくりな超猛毒の、ね、一つ食べただけでも下手した致死量っていう芋が日本に普通に自生してたりしますもんね。だって必要ないじゃないですか、考えたら。ね、ほんとそうですね。でも、うん、あるっていうことは何か意味がある。なんかあるんですよね。確かに。山芋そっくりのあんな猛毒の山芋ある意味はないよな。うん、でも、なんかそういう毒のある山芋になんかこう、難病の特効薬のね、鍵があるとか。おっしゃる通りですね。確かに。蛇の毒とかサソリの毒もあの、研究に使われてますもんね。うん、麻酔薬の元になったりしますもんね。みんなそうですよ。まあ、言われてみればそうですね。だから必要なんですよね。ちょっと次の話題。まあ、あの、ほとんど話題的にはいろいろ被るところあるんだけど、心霊写真。はい。これ、三上さんが編集長じゃない頃かもしれないんですけど、僕がちょうどガラケーがまだ、ガラケーというか、まだ携帯電話が、みんなが持ってないよみたいな頃に、僕が深夜のテレビなんか見てた時に、ムーの副編集長なのか、編集の方なのか、編集とか誰か出てて、あの、心霊写真の変遷みたいなことを話されてたんですよ。うん。それ三上さんではなかったことを覚えてます。で、その時に、その、言われたのが、あ、そうだよなと思ったのが、なんか、第一ブームがやっぱり僕、あの、僕は経文社の、心霊写真のものがすごいいっぱい持ってて、いまだに実家に置いてある。文社の大前科と、この三文庫の大売り百科大好きで、いまだ実家に置いてあるんですけど、たまに実家に帰って見てるんですけど、あの、いわゆる70年代の、あの、第二次ベビーブームを支えた父親が、一眼レフ、僕の父親の世代が一眼レフを買った時に、投稿がすごい多くて、で、次に投稿増えたのがやっぱ映るんですね。で、デジカメが来て一気に減ったらしいですよと。あのね、そういう言い方するんだけど、あの、そんなことは一切ないです。そんなことないですか？どうそういう言い方したがるんだよね。その、社会評論だとか、はいはい、メディア評論家って知らねえから。なるほど。だから、ね、そういうこと言っちゃうんだけど、はい、全然そうなんだよ。本当ですか？うん。それ聞きたい。デジカメになればなるほど、それあるんだけども、投稿してこなくなるじゃないですか。わざわざデジカメになって、そのプリントしても、ね、投稿してこなくなるだけで、しかも、写って変なものが写ったらね、すぐ消去しちゃうのよ。消去するでしょ？あの、保存しとく、うん、保存してく変なもの。うわっどちゃりって言って、ほら、みんな消すし、確かに現像しなくなりましたね、うん。それはでかいかもしれないですね。でもいっぱいある。変なもの映ってるのいっぱいある。むしろみんな、あの、一眼レフの時代よりもカメラ持ってるから、数は増えてる。それをわざわざ、例えばそのメディアとかに送ってきたりとか、送らないから投稿数としては確かに減るという意味では、事象としてはそうだけども、個人的にだってこんなの映ってたら嫌じゃん。あ、だからね、なんかこういうの映ったことあるんですよってね、あ、聞くと、あ、じゃあ、あの、編集部送ってくださいって言うと、あ、消しちゃったとかさ、だって気持ち悪いもん。嫌だから消すんだ。ああ、そこの差か。なるほど、なるほど。だから当時でもフィルムだとか紙焼きだって言ったら嫌だっていう人、これをお焚き上げしちゃうじゃない。寺とか行って。うん。まあでもそれは手間だけど、今だと気軽に消せちゃうから、取りミスだって言って消しちゃうから、
結果論減ってるっていうことになる。だからそのメディアでテレビでそのオカルト番組が減ったのよっていうとこを、うん、あの心霊写真が減ったよっていうやつらはね、あのもう知らねえから、なるほど、あのもういわゆるこうね、実態を知らず適当な評論してる。なるほどね、そういうことだね。もうよくあるじゃん、マスコミなんかでさ、なんかこう偉そうになんかこうやって、お前ら知らねえだろっていうね。まあ、これはね、今日はここにいたじゃないですか。確かに、あの、偉そうに。ムーを読んだこともわかんねえのさ、なんか、オカルト番組は減りましたね。バカか、お前は。ムーは読んでないですね、間違いなく。だからそういう、あの、背景はありますね。なるほど。だから、だからむしろ数は増えてると思います。ああ、そうです。あ、まあ、気軽には取ってますがね。で、うん、特にあのデジタル、うん、まあデータじゃないですか。はい、だからデジカメの心霊写真には、うん、その今までのそのフィルムの心霊写真とはないやっぱ特徴があって。あ、どんな特徴があるんですか。動くの。動く。変化する。時には消えちゃう。ほう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 。で考えてみるとカメラのシステム、まあ今なんかもうかなりね、実際に写ったものと。ギャルカメみたいに目が大きくなったり、顔ちっちゃくなったり、なんか処理しちゃうからあれだけど、動いちゃうのね。あ、そういうのがあるんですか。データとして。だから、霊はメディアに宿るみたいな言い方ですよね。ああ、どんどんどん。いや、で、聞きたかったのが、その、編集長が今まで見て、いや、逆に言うと、フェイクとか偽物とかも、もう。まあ、それはいっぱいある。ものすごいある世界じゃないですか。ある。はい。まあ、あの、フォトショップも進化してすごいわけじゃないですか。ね、例えばその動画でね、はい、あの本当にあった呪いのビデオ、うん、まあ、もうすぐシリーズ、うん、ありますね。あのシリーズ1作目、よくできてたね。あ、よくできてますか。まあ、今みたいにその CG の技術がなくて、ああ、そうかそうか、そのあれはね、本当に心霊写真ってこう映るよねっていうものを、うんうん、そういう雰囲気で作ってると。で、作ったもの。だから最初はね、おこれマジかなと思って、うん、編集部から電話しちゃってさ、あれはひょっとして本当にそうだったんですかね。いや、なんかいい映像とかね、ありますよねって。すいません、全部作りです。いや、まあ、まあ、ごめんなさいっていう。商売ですからね。心霊写真の中で、まあ、霊能者の人によっていろいろ意見は変わるんだけど、共通してよく言うのは、体の一部が消えてるっていう、はいはい、腕がこう透けててるとか、どっちがっていうと、その撮影してからしばらくしてそこ怪我するだとか。とかよく言われますよね。これはね、うん、結構な確率であるんですよ。本当ですか。ある。これなんでそうなるのかわかんないし、うん、で、中には本当に全身本当に透けちゃってる人がいて、で、ほんと1週間も経たずにいなくなったとか。ああ、なるほど。だから昔から言われるその、影が薄くなる。うん、わかります、ね、うん。よく、そう、よく言ったもんですよね、本当にそういう。なんか、三島由紀夫のね、写真にもそういうのがあるって話、うん。あ、そうなんですか。それって一体何なんだろうな、とかね。まあ、霊能者に言わせればなんかの警告だ、みたいなね、こういう言い方をするんだけど。ね、90年代は結構、1ヶ月100枚ぐらい来ますね。あ、本当ですか。100枚あったうちの、うん、あ、これはっていうのは1枚か2枚ぐらい。あ、それぐらいの確率。あ、逆に言うと、ほとんどがやっぱり、うん、いや、勘違いか偽物みたいな。ただガチなのはほんと怖い。だからそれ聞きたいんですよ。そのどういうやつなんですか。ガチはだって本当に映ってんだもん。え、それは人が。いや、僕ね、あの刑務所の心霊写真は逆にすごい楽しく見れちゃうんですよ。そんなになんか直感的に本物見たことないか分かんないですけど、エンターテインメントとして見れちゃうんですけど、そこの差は何なんですか。そのあのね、あの本物ガチ、それが本当のね心霊写真かどうかっていうのはまあ置いといて、ええ、やばいやつはね、ええ、例えば100枚見るじゃないですか、ええ、ああこれはどこよっていう、普通はどこに顔あるのとかさ、こういうレベルじゃん。ああ、もう気のせいだよ。中にはこう。森じゃん、これ。ふう、あ、開けた瞬間に塩が入ってるから、ザーとかね。あ、まあ。大体新人の役割なんだけど。ああ。嫌ですね。そう、お払いのために塩入れてくるわけですね。その行動が怖いんですけど、なんか。でもね、うん、そういうのは大したことない。あ、そうなの、ね、影がこうやって、どこよ、わー、わー、わー、まあ、見えんかな。あのガチは、こう、見た瞬間、うっもう。おって思います。もうその瞬間にもうね、鳥肌よ。え、どんな感じなんですか。もう嫌だ。
もう嫌だっていうかこう、嫌なんですか、なんだろう、もう本当に人が映ってるんですよ、で普通のね生きてる人が普通にいる、その人じゃないんだもん、なんて表現したらいいのかな、もう見るからに死んだ人って言ってるのかな、まさにこれってこういうことなのねみたいな、なんて表現したのかな、それはもうあれですよ、もうこうやってもう見た瞬間にあっっていう、これもこれやばい、うん、でも何枚かはもちろん掲載してはいるけども、ちょっと掲載ためらうレベルのもあるわけですね、ためらうとか別の事情でね、うん、の方々、うん、結構やんちゃじゃない、はい、だからバイクね、うん、バイクでポッとするわけじゃないですか、で当然ながらバイクってさ結構事故ったりすると、うん、危ないですね、死んじゃうじゃないですか、はい、そうするとそのやっぱりこう暴走族の方々もさ、うん、人につながるからさ、うん、今日は命日だからよ、ああやりますね、はい、はい、弔い、弔い、弔い、で、うん、てる写真の一枚があって、うん、こう前を走ってるそのバイクのここを写した一枚があって、あの一人で乗ってるんですよ、ね、一人で乗ってるのに後部座席に人があって、うん、その人がね横見てこっち側こう見てるの、はい、その顔が、はい、その弔いで死んだ、亡くなったガチ、いや、あの、無的にはね、ええ、いい写真だねー、うん、だけども、あの、一応、ね、これ載せないでねって言う。てか、個人の写真ですもんね、そうそう。いや、まあ、ある意味ね、載せないでねって言われた以上は、うん、ね、その後の、困るでも困りますね、こっち弔いだみたいなところね、ある意味生きてる人間が来るのが一番怖いですよね、ほんで、うん、掲載できなかったですからね、取れる人と取れない人っているじゃないですか、あの例えば僕の直属の部下で見つけるのも得意だし取れちゃうみたいなやつがいるんですよ、 iPhone でも、はいはいはい、だから人のアルバム見ないにしてますみたいな、見つけちゃうんですよ、で僕取ると取れるんですよって言ってるやつで、そいつは僕すごい信頼してるやつなんで、あの嘘は言ってないっていうのは分かるんですよ。あの、それは本当に信頼かどうか置いといて。で、そういうやつもいる。で一方で僕は、あの、非常に、あの、この番組の一回、その、話題には触れたことあるんですけど、非常に高名な、こういうか、すごい有名な写真家の方がいて、あの、日本の大体の邦画とか、あと、その、広告とかで、芸能人とかが写ってる写真、ポスター、有名なポスターとか含めて、ここは大体この人が撮ってるっていう、すごい有名な方がいらっしゃるんですけど、あの、お知り合いでたまたま。で、その方は、その、どっちかっていうと結構心霊とか幽霊とかオカルトを結構信じてる方なんですけど、ただ本人写真家なわけじゃないですか。もう、年中すごい数撮ってて、すんごい、そんだけ撮ってれば、じゃあやっぱり心霊って写ったことあるんですねって言ったら、一枚もないですって言うんですよ。映るわけないじゃないですか、裏言うんですよ。いやいやいや、さっきはね、オカルトの話してたじゃないですか、みたいな人が。映んないですから、心霊なんてって言うんですよ。この違いは何なんですかね、だって、じゃあ確率じゃないってことじゃないですか。その、確率から言ったらいっぱい撮ってる人が撮れるわけで。プロのカメラマンは、そんなもん映ったら、ダメでしょ。どういう境目が、だってそういうものを仮に映ったとしても、出せないし。出せません、もちろん。もう全部捨てるしかないじゃない。はい。そんなものはない。っていう目でこう写真を選ぶわけじゃないですか。はい。で、こう、ね、アイドルとかこうね、こう写したものっていうんで、ちゃんときっちりやったもの。で、それ以外のものが写ったものはゴミなわけですよ。なるほど。そもそも。ない、そもそもなかったことになるってこと？結構あの、そういう目で見てないから。あー、なるほど。でもね、ありますよ。あるんですかね。あるんですよ。あるんだ。あるって。撮れる人っていうのはやっぱり、ね、よくね、波長が合うとか言うんだけど。ああ、言いますよね。なんかそういう波長みたいな。なんか呼吸みたいなのがあるみたいな。へぇー。だからこう、ひょっとしたら本人には何かしらこう見えてて、ほらそこいるよ。
じゃああそこ移してごらんみたいな、うん、だからその霊能者超能力者の人たちが例えばその心霊スポット行ってほらあの知り合いの超能力者の人ですけども、八王子城まあ心霊スポットというところに、はい、ほらあそこにいる生首がおお弾んでんねどれどれあ本当だバレーボールみたいだねそんな会話っていう会話周り置いてけべるボリっていうか、なんですかそのカブトムシ見つけ名人みたいな感じの、いやだからそういう見える人同士のそのレベルになると、あそういう波長なんですね。あそこいるね。あ本当だ。あれムチムチやか。あこっち見てるからよそみたいなっていうようなあの彼らだけの世界。もうそれ一人じゃないとか怖いな。もしあのそのそういうスピリチュアル系心霊系の研究家の中で面白いこと言ってる人がいて、うん、なんで幽霊映んないの。はい。でも幽霊映るカメラっていうのはあるんだっていう、はいはい、みんなこのカメラ全部、はい、レンズ通してるでしょ、はい、そうですね、ガラス通してるでしょ、はい、だからダメなんだよ、そうなんですかっていう言い方するわけだ、はい、ピンホールカメラでいいんだよ。ああ昔ながらの一番原始的なピンホールカメラ、あれだよ、はい、あれだとあれでやれば、うんうん、結構映る。でもだいぶガラスを通すから、いや君たちの目はみんなダメなんだ。わかりますけど、ピンホールだと時間かかるなぁ。連射できないしなぁ。本当に能力のあるやつっていうのは、例えば空港で、はい、その普通にこう警護というか、ええ、こういるじゃないですか。います。はい、で。要は海外持ち出しのものってあるじゃん、うんうん、美術品だとかそういうもの、うんうん、でそれを隠し持ってるのを、ええ、全部こう見つけちゃうっていうのね。いや分かりますね。 あそこら検査官とか異常に敏感な人とかいますもんね、うんうん、寒いから。ああ空港冷えてますねロシア寒いし、ロシア寒いし体温低いから寒い、やっぱり寒いっていうのは重要だから、多くから年中飲んでるやつダメなわけですね。いや温めちゃってるダメよ。確かにあのなんかあんまりバハマビーチとか陽気なとこでそんな話聞かないもんな。あったかいとこで水風呂、水風呂、あんまり南国の島で貞子みたいな話聞かないですもんね。長岡の方にあるとなんかでも精霊って分かるんです、まあ、精霊とかになってきますよね。違うものになりますよね。まあ呪術は呪術であるんで、僕あの空港でやったらと荷物チェックされるんですよ。でたまたまやっぱり大体妻がその話を、僕はよくチェックされるんだよね、別室連れてかれるんだよねって言ってたら、そのいたずらでそれをこう見越して僕検査官にバンって開けられたら、ピンク色のブラジャーとパンティーがバカって出てきて、これなんだって言われて、うちの嫁が明らかにいたずらで入れてるんですけど、あれとかも僕は知らずに入ってるわけじゃないですか。それでも止められて、あれが見られるっていうのは、まあ、見透かされてるっていう、その能力者がこうやって見て、あいつ開けたらめっちゃ面白いもん入ってるよって言ってるんですかね、うん、間違いですね。間違いないですかね。そこで聞かれた時は This is my shorts いやだからそうそうそうまさにそうなんですよ。僕、これ僕のですって、で乗り切ったんですけど、うん